オクラホマは1943年初演のブロードウェイミュージカルであるリンリックズの1931年の劇ライラックは緑に育つをもとにロジャースハマースタインが作曲したアメリカ中西部オクラホマ州の農村を舞台にカウボーイと農家の娘との恋の三角関係を明るく陽気に描いたもので美しい朝、ノーは言えない恋中と人は言う そして、週末の、オクラホマ、の大合唱などが散りばめられた作品である。1955年に20世紀フォックスによって、同名で映画化され、同名のタイトルナンバーは後に、オクラホマ州の集歌に採用された、ロジャースハマースタインのコンビによる最初の作品である。初演時には2248回という、ロングラン記録を打ち立て、大ヒット作となった。 1967年1984年2006年に宝塚歌劇団が上演した。主な登場人物形式名はミュージカルプレイ2部6話。公演期間は1967年7月1日から30日まで。スタッフ主な配役公演期間は1967年9月2日から9月26日まで。主なスタッフにオスカー・ハマースタインー、ジェムジー・デラップ。 1984年10月20日から11月5日まで、巡職、演出、正塚春彦。2006年10月5日から10月27日まで、巡職、演出は、中村一徳、奥良らいに関するカテゴリー、ありがとうございます。